皆さんこんにちは、クニネムです。シボレアストロですけども、ベルトが異常に泣くと、いう件で、1日経ちまして、でね、今日もエンジンかけたらね、やっぱりものすごくなりましたね。で、ブラシでベルト側とプーリー側を、少し磨くような感じで当ててやりますと、音がピタッと止まりまして、やっぱりプーリーとベルトが悪いのかなと思いますね。で、今音止まってますけども、多分しばらくするとまた鳴るかもしれないですから、とりあえずね、インマニのガスケット交換ということについて、一回終わらしたいんで、組み上げて、ちょっと走ってみたいと思います。はい、組み上がりました。そしたらあと、コンピューターのエラーコードですね、フォルトコードを消して、暖気してで、運転したいと思います。テスト走行しております。エンジンカバー開けたままなんで、ものすごいいろんな音が入ってくると思いますけども、うるさいです。エンジンが吸気音もすごい聞こえますね、エンジンカバー開けてますと。それでですね、肝心のテスト運転、調子ですけども、すこぶる調子がいいと思います。ただベルトがキュルキュル言うのはやっぱりなりますね。これまた何とかします。長かったですけどね、多分2週間ぐらいやってたと思いますね、インマニのガスケットの交換と、途中いろんなこともあれもこれもとついでにやったこともあったことなんですけども、次やるときはもうちょっと早くできるかなと思います。久しぶりに運転ができました。本当良かったです。ただこの音がすごいな。エンジンカバーもつけて、外してるシートもつけて、で、完全に復旧させてから、もう一度きっちり走りますけども、とりあえず今、この状態で走ってますけども。このインマニのガスケット交換というのは、この車の場合も宿命というか、いつかはしないといけないことなのかなと思います。ちょうど、21年で、走行距離12万キロ、それでやりましたけど、それぐらいでやるのがいいのかなと思いますね。外したガスケットはそれほど傷んでもなかったんで、使えるところまで使ったかなと思います。それにしてもこのエンジンの音が、そりゃそうですよね。この室内にエンジンがあるようなもんですからね、そりゃこんな音が鳴って当然だと思いますけど、今回の作業でですね、大変だったところはと言いますと、そのインマニの脱着は、気を使えば、
まあそれなりにできるんですけど、あのインマニを洗うのが結構大変でしたね。まあ、やっぱあの汚れを取るのはもう一回やれと言われますと、多分普通の中性洗剤でゴシゴシ洗うというのをするかもしれません。あの灯油よりも中性洗剤の方が良かったかなと今では思いますね。まあ一旦灯油でやってから中性洗剤もいいかもしれないですけど、でつけ置きのやつは結局3日4日つけましたけどね、1日で良かったかなと、まあ、1日つけるのも3日つけるのも同じぐらいだったのかなとも思います。であとエアコンですよね。エアコンのまず配管がとにかく邪魔であるということをすごく感じまして、リアのエアコンはやっぱり切り離そうかなと思います。それも復旧できるような形で切り離すのか、もう完全に切ってしまうのか、まあ、ちょっとまだ考えてますけど、まあ、いらないかなと思いますね。もう取ってしまった方が今後のいろんなことにメリットが大きいかなと。でそのエアコンの機能が今壊れて全然使えませんけども、エアコンもコンプレッサー買ってあるんで、コンプレッサー交換をして、であとエアコンのあとアキュミレーターと、であとコンデンサーとエバポレーターですね、これもちょっとどうしようかなと考えてます。まあ、どうせやるんだったら、まあ、できるとこまでやりたいなというのがありますね。エンジンカバー外して運転したらこんなうるさいんですね、これ。初めてやりましたけど。あとヒーターの方ですけども、ヒーターもリアのヒーターを切り離そうかなと思います。で、ヒーターコア、まあ、これもちょっと外してみて、どうなってるか見たいっていうのと、まあ、それによって入れる水の量も変わってくるでしょうし、エアコンもリアを切り離したら入れるガスの量も変わってくると思うんで、まあ、ガスが抜けた時のことを考えたらリスクがちょっと減るかなと思います。であとはパワステですね。パワステ周りでハイドロブーストで、ブレーキ、マスターシリンダー、ここオイル漏れまくってますんで、ちょっとここも早急にせなあかんかなと。で、助手席のドアミラー、これもちょっとリペアしないといけないというので、今とりあえずでつけてるんですけども、まあ、これもなんとかしようかなと。で、動画の中でちょっと言いましたけど、タコメーター欲しいなと思ってます。タコメーターね、なんかいいの探そうかなと、まあ、6000回転ぐらいまで、まあ、表示してくれるアナログのメーターがいいかなと思ってます。また探して、また取り付けていきたいかなと思います。まあ、今もねちょっとタコメーターちょっと見たいんですけどね、まあ、OBD2 で見るしかないかなと。まあ、よく言えば水温センサーも欲しいな。このインパネの水温計がほんまに合ってるんかどうか、まあ、怪しいもんで、いつも75度ぐらいのところでずっと止まってるんですよね。まあ、OBD2 で見ても、まあ、それぐらいの78度とかで、示すんで、まあ、それでいいのかなとしてきましたけども、ちょっともうちょっと見やすいちゃんとした水温計欲しいなと思います。これ、とりあえずインマニのガスケットはこれで、いけたかなと。
ちょっと見ていかないといけないところ山ほどあるんですけども、まあ、ちょっと考えてること他にもありまして、またご興味ある方お付き合い願います。ちょっとこれちゃんと録音できてるんかわからないですけど、ものすごくうるさいことでしたら、まあ、申し訳ございません。それではまたよろしくお願いいたします。